3, 2, 1, 0。5月28日の朝、おはようございます。今日も世界一コムが好きだからコムでやってます。店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日もコムでーす。5月28日、今日は花火の日だそうです。ところで、花火ってなんだっけ？僕、歯医者さんに行ってよく怒られます。それは、花火。わかった。僕、方向音痴ですけど、車に乗ったら楽々目的地に。それはナビ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のお問い合わせご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。今日は海鮮丼の醤油代わりに乾燥塩昆布を使っていました。新鮮な魚と乾燥塩昆布のまろやかさが混じり合って旨味がさらに引き立ちます。僕の大好きな海鮮丼塩昆布仕上げ、どうかお試しあれ。また電車乗り過ごしたらしい。またかよ。